えー、皆様こんばんは。本日はご対応のところ、株式会社ウルテック、IR ライブセミナーをご視聴いただき、誠にありがとうございます。えー、それでは、本日のスピーカーをご紹介させていただきます。えー、当社、取締役上席執行役員、管理本部長、えー、渡辺剛でございます。えー、そして、本日、司会進行を務めさせていただきます。私、金岡と申します。皆様、どうぞよろしくお願いいたします。 はい、えー、本日の IR セミナーは当社、えー、2025年3月期第1四半期決算概要についてご説明させていただきますそして最後に皆様からのご質問にお答えさせていただきたいと思いますそれではここより渡辺よりお話しさせていただきますよろしくお願いいたしますえ皆様こんばんはウ i ルテックの渡辺です、えー、本日は遅い時間にもかかわらずそして非常にゆっくりで進路予測が不活 確実性の大きい台風10号が上陸するなど様々な地域で、えー、悪天候が続いている中当社の IR セミナーをご視聴いただき誠にありがとうございますえー、皆様もセミナー後に関しましてはどうぞお気をつけてお過ごしくださいませでは本日は、えー、2025年3月期第1四半期決算の概要についての説明と、えー、説明後の質疑応答を通じてですね、えー、当社グループのことを少しでもご理解いただける時間になればなと思っております それでは説明の方を始めさせていただきます。お付き合いのほどよろしくお願いいたします。まず、当社ウィルテックの会社概要です。当社は2020年の3月に上場し、当証の市場再編により、現在は当証スタンダード市場に移行しております。証券コードは7087となっています。設立は1992年、今年で33年目を迎えております。本社は大阪市。 従業員は連結で約5800名。主な事業拠点としては、創業の地、関西をはじめとして、関東、東海、九州などを中心に事業展開の方をさせていただいております。また、最近ではですね、東北、北陸にも新規の拠点を開設させていただき、新たな顧客開拓にも努めております。次に、当社グループが展開している事業をご説明したします。当社グループは、製造分野、 建設分野、IT 分野の3分野で主要4事業を展開しております。まず、製造分野です。半導体関連をはじめ、情報通信機器や電子部品、デバイスなどのいわゆる弱電系と呼ばれる分野に対して、マニュファクチャリングサポート事業として、製造請負、製造派遣を軸に、現在力を入れて取り組んでいる技術者派遣事業とアフターサービス事業を展開しております。また、近年、特に力を入れていますのが、 アフターサーサビス事業です具体的には太陽光発電であったり蓄電池などの再生可能エネルギー分野での保守メンテナンス分野の領域を強化しております2025年4月からは東京都において新築住宅などへの太陽光発電設置の義務化が始まるなど脱炭素社会への取り組みが加速しています当社では現在全国的なアフターサービスのサービスも構築してですね事業,効果の事業強化を務めております 同じく製造分野において、EMS 事業として、福島県の工場でお客様からの依頼で、さまざまな産業機器に必要な基盤などを製造する自宅製造であったり、電子部品の卸売りを行い、また、滋賀県の工場では、光を活用して皆様の生活環境の向上であったり、社会課題の解決に向けた取り組みへいうのを強化する照明メーカーとして、タルックスというブランドで、一般用、業務用の照明器具の開発、製造、販売などを行っています。 続いて、建設分野です。コンストラクションサポート事業として、女性や若手エンジニアの育成に注力しながら、大手ゼネコン様などに施工管理技術者であったり、CAD オペレーターなどの業者派遣を行い、建設業の許認可も取得をさせていただきまして、今では電気設備工事であったり、小型ドローンを使っての狭いところ、暗いところ、高いところ、そういった、ね、人が入りにくいところに関して、 現場調査であったり測量などを行う点検サービスを行っている工事の請負、自宅事業。また、えー、当事業の中でも特に、えー、お客様にご好評価をいただいていますのが、人材育成事業です。建設業界の厳しい人材不足の中で,です、ねえー、当社では早くからあ未経験者の研修育成ということに、ね、注力をしてきました、えー。その当社の人材がお客様にご,ご評価いただきまして、えー、最近ではです、ね、大手ゼネコン様の新入社員の研修を受託するなど。 建設業界の人材不足の支援にも努めています。続いて、IT 分野です。こちらは IT 系技術者の派遣とシステム開発自宅を行っています。こちら、あの経済産業省の報告では2030年には IT 人材が最大80万人不足すると予測されており、IT エンジニアの需要というのはますます高まっています。当社グループではですね、そういった分野に関してですね、 新卒や未経験者を含めて人材の確保、育成に強化をし、今、さらなる大勢な人材事業に対して対応の方を努めています。そして、その他事業として、日本での就職を希望する海外人材を支援することを目的として、ベトナムとミャンマーに現地法人を設立し、海外事業などを展開しております。またたた中ののリサイクル事業であっっり障害をを持方々雇用促進することと目的して エトプレコ会社で印刷、ウェブ制作などの事業を行わせていただいております。それでは次に、先日8月9日に発表いたしました、2025年3月期第1四半期の決算の概要について、簡単にご説明させていただきます。第1四半期の連結売上高は、前年同期比27.7%増の104億9700万円となりました。 主な増収の要因といたしましては、既伝系および建設系のエンジニア派遣が堅調に推移したことや、DMS、e、事業での M&A による業績が寄与したことなどにより、大幅な増収となりました。一方、営業利益については、当社グループでは現在、既伝系、建設系、IT エンジニアの新卒採用を積極的に推進しております。第1四半期である4月から6月は、新入社員の研修期間となり、利益率が大幅に低下する傾向でございます。 また、EMS 事業においては、12月、3月などの繁忙期が過ぎ、第一四半期においては商品入れ替え等による販売が低迷する時期ということも重なり、営業利益が1億6200万円の赤字となりました。しかし、これらの要因に関しましては、当初の計画にも織り込んでいることから、第一四半期におきましては、おおむね計画通りに推移いたしました。続きまして、 セグメント別の業績推移について、簡単にご説明の方させていただきます。マニュファクチャリングサポート事業につきましては、製造請負い、製造派遣サービスにおいて、半導体関連や電子部品の需要が徐々に回復の兆しというのは、ね、始めてきたものの、市場や顧客によって回復状況に濃淡があり、特に情報通信機器関連などは依然として、まあ、在庫調整による厳しい状況が続き、前年同期費は減収となりましたけれども、 セグメント利益につきましては、エンジニア需要が好調に推移していることで収益力が向上しまして、投資と行いながらも微増でありますが、利益率、額ともに改善し、前年同期比は増益となり、黒字転換いたしました。次に、コンストラクションサポート事業につきましては、大型の再開発プロジェクトであったり、2024年の時間外労働の上限規制ともありまして、人材需要は引き続き旺盛な状況にあります。 また、派遣契約単価の見直しであったり、配属が順調に進んだこと、それに加えて建設 DX サービスなどの新規事業に関しましても順調なことに推移したことから、前年同期比からは2桁成長、高い成長率で増収という結果となりました。一方、利益につきましては、現在旺盛な人材事業に対応するために、新卒を含めた積極的な未経験者採用、および研修関連の人材育成費用が 前年よりも増加したことによって、ですね前年同期比は減益となりました。次に、IT サポート事業につきましては、金融系メーカーを中心にシステム開発の需要が高く、ウェブ、オープン系の人材需要が旺盛な状況にある一方で、IT 経験者というのは非常にね最悪苦戦しました。よって、前年同期比はほぼ横ばいでの推移となりました。一方、利益につきましては、先ほどのコンストラクションサポート事業と同様に、ですね IT サポート事業、 の業界に関しましてもま人材不足が慢性化しているという形で新卒採用に注力をしました採用日研修関連の人材育成費用が前年より増加したことにより前年同月比は減益となりました次に EMS 事業につきまして市場及び顧客においての在庫調整ともありましたけれども昨年12月に名をした照明器具メーカーのホタルックスの売上が大きく寄与したこともあり前年同期比からは大幅な増収となりました しかし、セグメント利益に関しましては、えー、先ほども説明、第1コーナル、えー、照明器具のあ販売の減少及び新旧商品の入れ替えによる販売価格の値引きの要因で、原価率の悪化が招きました。それと販売がて、えー、落ちたことによりコストを吸収することができず、前年同月比は大幅な減益となりました。えー、なお、えー、今後の当社は、支援機の決算をご確認いただく上でですね、 四半期ごとに若干の変動要因がございますので、今後、その参考としてですね、簡単にご説明の方をさせていただきます。えー、第一四半期は計画時においてですね、えー、機電建設 IT 分野のエンジニア派遣につきましては、事、え、業、ー、は堅調に推移すると計画をしております。約200名の新卒採用に伴う新入社員の研修関連費用を見込んでおりましたので、まあ、前年同期費からは増収減益というふうな計画をしておりました。えー、製造請負、製造派遣については、 契約内容の見直しによる減価率の改善を計画するも、大型連休による稼働日の減少であったり、それに加えて、半導体、電子部品の在庫調整が情報通信分野において継続をしていることから、本格的な回復にはもう少し時間がかかると想定をしまして、前年同期比から売上高は減少を見込み、減価率は改善を計画しましたけれども、減収分の利益を賄えず、利益額は横ばいと計画をさせていただきましたまた。 EMS 事業につきましては、既存事業は前年度の先行受注等もあったことから、まあ、前年同期比では減収と計画、また、照明器具商品の商品の入れ替えによる、旧、えー、商品の販売価格の値引きより減価率の悪化を想定し、営業利益は赤字の計画を行いました。えー、よって、えー、多少の変動はあるものの、第一四半期の売上高、利益の結果につきましては、おおむね、えー、計画通りに推移いたしました、えー。引き続き第二四半期以降はですね、 1> 第1四半期と同様、機電建設 IT のエンジニア派遣につきましては、次元を堅調に推移すると見込むことから、研修後の7月以降から、新卒の配属も進むと見込み、売上げ、利益率の改善を計画しております。製造受け入れ製造派遣事業につきましては、半導体電子部品の在庫調整は継続しているものの、車載向け部品を中心に第2四半期から徐々に回復の兆しがあると見込み、稼働率の増加を計画しております。 EMS 事業につきましても、第1四半期同様、商品の入れ替えによる影響はあるものの、徐々に入れ替えが進むということからと、あと第3四半期からは年末商戦等もあり、販売の増加、利益改善を見込んでおり、売上利益とも改善する計画としております。次お願いしますそのようなことから、2025年3月の業績予測は、本年5月に開示した数値から変更はなく、売上高は前期比 30.3%増加の465億円、経常利益は前期比78.2%増の7億2000万円をと、おおむね計画通りに推移する見通しでございます。ここ数年を見ていただいても分かる通り、コロナやサプライチェーンの混乱と、不安定な市場環境においても売上高につきましては、順調に積み上げることができ、二桁成長で推移をしております。しかし、利益の方はですね、少しでこぼことしております。 それはここ数年、不安定な海外情勢、それに伴う海外経済の減速により、国内製造業でも、電子部品など、在庫調整や半導体の需要低減、よりマニュァクチャリング事業の減収減益など、さまざまな影響がありました。そのような中においても、企業価値向上に向けた取り組みとして、事業構造の改革として、製造・行方・製造・派遣から、成長性の高い分野であるエンジニア派遣や EMS 事業への事業ポートフォリオ、 最適化を行うべく、M&A の実施であったり、新卒、未経験、第二新卒を積極的に採用を行い、エンジニアへの育成を行うなど、人材育成投資などを行ったこともあり、経常利益は物足りない状況となっております。ここは当社グループとしても大きな課題と捉えております。成長への投資を行い、事業構造の改革が現在進んできています。今後は採用等の人材育成投資というのは引き続き行いながら、 きっちりと利益も稼いでいく取り組みを行っていきたいと考えております。えー、次に現在当社グループが推進している先ほども話した事業ポートフォリオ戦略です。当社グループでは創業である製造請負、製造派遣を中心にですね事業展開してまいりましたけれども、まあ、近年の市場環境、急激な変化にも対応できる安定した事業基盤、収益性の向上を目指してですねエンジニア派遣事業、PMS 事業の強化を進めてきました。 こちら右にグループ直近10年間の事業構成の推移でございます。2015年頃では製造請負、製造派遣領域の売上が約全体の70%を占めておりました。この10年間、高付加価値な技術分野への教育投資であったり、M&A だの事業構造の改革を行うための投資を積極的に行いながら、エンジニア派遣、EMS 事業を成長させてまいりました。その結果、今期末にはこれらの2つのサービスの領域、 の売上高が製造請求製造派遣を上回る見込みであり、着実に第2、第3の柱事業へと育ってきました。これにより、グループ全体の体質強化は着実に進んでいます。ウェルックグループならではの新たな強みを明確にするとともに、競合他社と差別化を図り、今後においても事業構成のバランスを重視して、売上拡大はもちろんのこと、稼ぐ力にもこだわった経営を行っていきたいと考えております。 次に配当でございます。当社は基本的に配当成功30%を目安にしておりますけれども、まあ、先ほども話しました、マニュファクチャリングサポート事業が落ち込む中、企業価値向上のために積極的な構造改革への投資を行うなど、まだまだ利益の規模が小さいため、ちょっとしたインパクトで大きく利益の方が変動してしまう。まあ、そういったことからですね、前期及び今期の2025年3月期におきましても、配当方針に掲げる 安定的的かかつ継続的な配配当当という観点からですね、年間のの加減を40円とコミットメントさせていただくことで、ですね、当社グループを応援していただく株主、投資家様に安心感をお持ちいただけるよう設定させていただきました。もちろん、それ以上の企業績費用がございましたら、増配としてしっかり還元させていただくことも考えております。 最後に、資本コストに関する今後の取り組みについて少しお話を説明させていただきます。当社、現状 PBR1 倍終わっております、まあね。大変重要な経営課題であるというふうな認識をしています。そのためには企業価値を向上させていく必要があると考えております。そういうことからですね、やっぱりこう一番、収益性の改善を一丁目一番地の課題としてですね、先ほどもお話しさせていただきました、事業構造の改革としてですね、 事業ポートフォリオの再編による成長戦略をこれから明確にさせていただいて将来収益性が改善される見通しをきっちり指し示していきたいと考えておりますまた PR につきましては資本コストと今後の成長期待で構成されますのでこの度のような IR 活動の強化を通じて定期的な情報開示を行い投資家の皆様に当社グループの理解を深めていただくことに努めてまいりたいとも思っております以上でフリテックグループの2 0 1 5年 三月期第一四半期の決算概要の説明とさせていただきます。えー、渡辺本部長、ありがとうございます。はい、えー、それではこれよりですね、皆様からいただきました質問にお答えをさせていただきます。えー、改めまして、えー、質問は Zoom の Q&A よりご入力いただけますでしょうか、えー。お時間の許す限りお答えさせていただきますが、えー、時間の都合でお答えできない質問もあるかもしれません。えー、ご了承のほどお願いいたします。 えー、それではまず、えー、事前にいただきました質問の方から、えー、お答えさせていただきたいと思います。事前に質問6ついただいております。まず1つ目ですね、PBR 一番割れということですが、えー、PBR を改善するための成長戦略について教えてくださいというご質問をいただきました。こちらいかかがでしょうか え先ほど、資本コストに関する今後の取り組みというところでお話をさせていただきましたけれども、やっぱり1兆目1万地に関しましては、収益性の改善ということで、ああ今後のね成長する将来の収益性というのをねきっちり皆様に指し示していきたいというところですね、それに関するむことと、改善する成長戦略という形では、まず株主還元の強化、この2つですね、収益性の改善、株主還元の強化。 あとは経営の透明性と情報開示、まあ、こういうことをきちっとやっていきながらですね、えー、ま,あまず収益を上げながら、皆様の株価の期待値ということをね、えー、きっちり活動で示させていただいて、今後、きちっと、まあ、あの成長の取り組みを説明させていただきながら、PER の改善というふうにしていきたいと考えております。はい、ありがとうございます。こちら、あのまあえー、と分解式の中で ROE×PER というふうにありますけれども、 具体的にまず、ROE で目指す数値っていうのは、どうううででしょうそうですね、えーまあ、通常あのよく言われるのが8%以上というのは言われてますけれども、うん、この業界、まあ、ちょっとお人材ビジネスの業界同業としては見ましても、やっぱり二桁成長をしているというのがありますから、やはり先輩以上をまず着実にやりながら、うん、15%を目指しながら頑張っていきたいというふうに考えております。 そうですね、当社も昨年で8%パー、9%パー弱というところで、まあ、決して低いわけではないんですけれども、これからやっぱり、えー、2桁というところはきっちり目指していきたいということですね。はい、ありがとうございます。はいえー、では続きましての質問です、えー。技術者派遣の場合、御社ではその技術習得をどのように進めていきますかというご質問をいただきました。こちら、いかがでしょうか。はいえー、そうですね、えーまあ技術者派遣の場合、えー 技術取得をどう進めているかというと、私どもはやっぱり新卒であったり、大二新卒の未経験者が非常に多く入ってきていただきます。まあ、か例えばです、ね、大学とかの教育機関で教えられただけでは、即戦力としてすぐ活用できるかというと、そう簡単ではないというのがもう技術派遣の業界でございます。まあ、新たな技術へのお、まあ、対応課題にはです、ね、まあ、私どものようなこう業態の企業がです、ね、この人材ビジネスをやっている企業が、まあ、顧客ニーズをきっちり聞いてです、ね、そういうことの記憶、 をすぐに即戦力とできる教育を考えるで、エンジニアの育成を進めるための使命があると考えてますので、私どもではこう需要の高い先端分野の、まずあの記念系のエンジニア、あと慢性的な人材不足の建設分野および IT 分野、エンジニアを中心にです、ね、今の建設分野でいくと、60日間、326時間かを専門性の高いね、 講師を迎えまして、まあ、そういう研,研修施設を設けてです、ね、充実した講師を踏まえて、えーまあ、記載の通りですね、えー、うちが教育をさせていただいている書籍を出版したりです、ねあの、アプリで簡単に勉強できるものを作ったりとかという形で,です、ね、まあ、お客様のニーズに即した新たな技術をしっかり、ね、教育できる整備を体制していますので、まあ、これからこう需要に対してはしっかりこういうことを対応してです、ね、技術を取得。 しながら安心して営業者の方が働ける環境っていうのをこれからも作っていきたいなというふうに考えております。はい、ありがとうございます。アプリとかですね、まああの現場でもこう見れますし、会社あの出社途中とかでもこう簡単にパッと見れますから、そういうのはあったらすごくいいですね。そうですね、やっぱりこう今のおね、こう若い方って言うとやっぱこう TikTok 世代であったりとか、はい、そういうことがあるので、やっぱりこうマイクロラーニングでやっぱ短い期間、3分以内ぐらいでですね、今見たい教材をこう簡単に チョイスしながら見ていくというようなことを、ねえー、こう作りながら,、えーながらえー、みんな若い方があの教育という部分にねハードルを下げてですねやっぱりこう見たい学びたいと思えるような、まあ、アプリをこれからもまあ進化させていきたいなというふうに思っていますはいありがとうございますはい、では、えー、続いての質問とさせていただきます、えー、配当利回りが4.6%と高配当になっていますが、えー、記者の株主還元の方針についてお聞かせくださいと といいいううふうなご質問をいただいております、はいえー、先ほどの、えー、っと配当計画と配当方針の、まあ、ところでご説明をさせていただきましたとおり、まあ、基本的に配当成功は30%を目安にさせていただいているという形で、えー、ちょっとここ本当に先説明させていただきましたが、利益がやっぱ凸凹してしまうというところがあるので、うんこの 昨年25年3月期におきましては、きちっとまあ加減を設定させていただいて、40円という加減を設定させていただきながらですね、まあ、成長への投資、どうしてもこう還元をやるために利益を上げていくというよりは、成長も合わせてやっていきたいので、きちっと今あるまあ内部留保等々の資金も考えながらですね、バランスのいい配当をしながら、まあ、成長へのも投資をしていきたいというふうに今後も安定的にまあ配当を目指し、まあ配当加減きちっと。 やっていくということを強化しながら経営の方を進めてさせていただきたいなと思っています。はいはいありがとうございます、えー。それでは続きましてですねはい、えー、第一四半期決算が赤字となっております、えー。理由としては新入社員研修にかかる費用。 および M&A による販管費の増加というふうになっておりますが、えー、第2クオーター以降、リカバリーは可能とお考えでしょうかというご質問をいただいております。こちら、いかがでしょうかね。はい、えー、ありがとうございます。先ほど、ちょっと思案期のごとのこう変動要因のところでもお話をさせていただきましたけれども、どうしても通、まあ、年あの、第1クォーターはやっぱこう、新入社員、 に伴うこう教育であったり、まあそういう採用のコストというのがまあ第一四半期に関しましてはかかってきます。まあプラスちょっと若干今回、えー、新しくい名をしていった EMS 事業のところの商品の入れ替えでまあ大型連休等々ありますので、うん、第一四半期のこのビジネスモデルの中でいきますと非常にちょっとあの厳しいまあ日に絞っていくとまあ売上は多分こう四十五対五十五ぐらいの形でいくのかなという推移ですけれども。うん やはり利益に関しては2対8ぐらい。で後半に関しては、やっぱりこう今までの教育したあところが、まあ、売り上げに寄与していって、まあ、利益率も改善される。で、第3支援金に関しましては、一番反、まあ、期という形で、まあ、需要が稼働率も上がってきますので、うん、まあ第3、第4で、えー、投資したものを回収していくというモデルになってますので、まあ、きちっとリカバリーはできていくのかなというふうに考えております。 はい、ありがとうございますこの、えー、人材需要というのは、やはりもう、今は、えー、と徐々にこう需要自体も伸びていくというふうに思っておいてい、大丈夫でしょうか、ね、あそうですねあの、どうしても建設が、まあ、特に2024年問題等々で、やはりこう長時間労働を是正していくという中で、はい、まあ分業になってきたりとかですね、はいまあ、そういう形で需要、えーまあの方は推移していく、で先ほども、まあ、計算書から出ているような形で、IT エンジニアはどんどんも ね、こう技術の発展が進んでいくので、はい、まあそれに伴う IT 人材が今、減っていくと、うん、いうことなので、本当に需要の方は非常に大勢であるのかなというふうに考えておりますあはい、ありがとうございます。 はいえー、続きましてえー、っと直前でいただいたご質問ですかねはいえー、当社もそうですがえー、どの業界でも人材及びエンジニア確保で苦労しているというふうに聞いています。御社はどのようにして安定的に人材エンジニアを確保していくのかというご質問をいただいております。はいこちらいかがでしょうかね。はいえー、ありがとうございます。まあそうですねあの本当に全体的なも業界含めての経験者であったりとか、うん、まあ エンジニア不足というのは、もう顕著になっていってますね。まあ、そういうところであの、私どもに関しましては、あのまあ、ご説明させていただきますとおりに、新卒が今年約200名、そこで第二新卒等々も比率でいくと、全体のエンジニアの今20%ぐらいっていうのをですね、新卒であったり未経験者を採用させていただく、えー、プラス、えーまあ、海外の方にもです、ね、現地法人を。 私どもこう展開をさせていただいていますので、まあ、海外の優秀なエンジニアを、まあ、こちらで日本語の教育も知ったり、エンジニア教育という形でさせていただいているので、まあ、海外のエンジニアを今、今後ですね、あの全体の15%ぐらいまで海外比率を引き上げたいなというふうにも考えています。その海外のエンジニア、未経験者っていうのを、ね、きちっと土台を作った先ほど説明させていただいた先端技術等とも含めた研修、そういう機能を、ね、きちっと施設も含めて強化をしていってますので、 まあそこで他者との差別化というのは、まあ、60日間、326時間というような研修であったり、うん、きちっとね、土台を作った上の教育をした上でお客様に、まあ、エンジニアもそうですけど安心して、えー、お客様のもとで働ける環境というのを、ね、きちっと整備をさせていただきたいなと思っても、まあ、その辺の投資があの今のはまだまだま投資フェーズでありますから、まあ、収益の方少しインパクトは出しますけどもやはりそういうところの強みとしていくために、うん、まあ教育への投資をしっかりやっているという状況でございます。はい、ありがとうございます。 ちなみにまああの業界によってもさまざまだとは思うんですけども、大体その未経験者をこう育成してま、一あまあ人前というか、ある程度こう経験者までになるというのに、大体どれぐらいを見込んでますかねそうですね、大体あの未経験者施が入ると、大体3年間が、まあ、ある程度その教育でいろいろ行動をやりながら、3年経つと結構適正な利ンをいただけるような形でまあ変わっていくという形なので、私どもはこうで過去5年間、あの 大きくこう技術発見の方の伸ばし出しだしたっていうのは、ね、本当にこうそこまであのまだまだ動機が出す際が浅いので、まあ、今現在、まあ、今おっしゃるように、ね、5年間の推移の中で約13%から15%かな、差し投資したものを今20%ぐらいに上げてきてますので、まあ、この3年経った方々がきちっと次の,、うん、あの即戦力としてですね新たなエンジニアの分野で、ね、活躍していただく、えー、人数が年々増えていくと。 いう状況ですので、ここから先っていうのは非常に楽しみな形になってくるかなというふうに考えておりまますすははいいいありがとうございます、はい、では、えーっと、続きまして、えー、事前質問、最後になりますかね。はい、えー、っとセグメント業績の IT サポートだが、えー、IT 人材の需要も旺盛ということですが、売上の伸びが少し低いのではないか。 また利益もマイナスだが、これはどうしてでしょうかというご質問をいただいております。こちら、いかがでしょうかまず、IT 人材の需要も確かに旺盛というご説明いただいてますけれども、売上の伸びがちょっとこう物足りないのではないかということなんですけれども。はい、えー、ありがとうございます。えー、そうですね、あのまあ、マニュアチャレンジサポート事業、コンストラクションサポート事業というのは、もう当社のグループに入って、まあ、グループでこうかなり長い間、まあ、事業の方、 やっていますので IT サポート事業はあの2020年ですかねにうちのグループの方に入っていただいて、えー、そこでこう今までは採用機能というのが非常にいともしかったというのがあるので、まあ、グループの採用リソースであったり教育っていうのをようやくこ去年の後半ぐらいからですかね、えー、できるようになってきてその分で、えー、若干の まあ、投資をして、採用の,そのするスキームであったり、いろんな投資をしてるので、ちょっと収益は赤字になってますけども、この先、いわゆる体制が整ってきましたので、まあ、新卒採用であったり、いろんなことに注力をしながら、この先、IT サポート事業というのは伸ばしていきたいなというふうに考えております。はいいありがとうございますちなみにその利益が今期、まあ、ちょっと赤字スタートということなんですけども、これもじゃあもう想定内いいそうですね、その第一四半期、先ほども言いましたけども、去年もやってるんですけど、去年と今年で、やっぱり20名ぐらい。 新卒のの採用の人数が増加してますでそこに関しては、教育コストというのがかかってきますので、まあ、生かせる赤字になりますけれども、この先のこう販売を伸ばしていくというための投資を行わせていただいてますので、予、まあ、期その欲っという形に関しましてはえ、ここが改善されていくのかなというふうに、まだまだ分母が、えー、小さい、えー、人数でありますので、新卒の投資の部分のパーセンテージが増えると、前半、非常にちょっと苦しいスタートになるかなというふうに感じています。 はいまありがとうございます増えていけば、どんどんこう分母がえ広がっていけば、その吸収分が広がっていくっていうことですこの月派遣の,そのまあ事業のモデルというと、どうしてもこ最小投資が考えながら、売上が伸びていくのと比例して、その販売費が比例して伸びるわけではないので、きちっとこの分母が増えていくと、きっとまあ販売費が比率が下がっていくという形になるので、きっちり収益体質になっていくのかなというふうに考えております。 はいいありがとうございます、はいえー、それでは、えー、と続いて、本日のライブセミナー中にいただきました質問について、えー、移らさせていただきたいと思います。はい、えと質問については、えーと、先ほどからお伝えします通りり、えー、Q&A の方うに、えー、いただければと思います。えー、今もどんどん、えー、いただいておりますので、えーと、できる限りお答えさせていただければと思います。 はい、えー、まず1つ目ですね、はいえー、中期経営計画の最終年度ですが、達成見込みはどれぐらいでしょうか、また次の中継はいつ頃発表される予定ですかというご質問をいただいております、こちらいかがでしょう。うはい、えー、ありがとうございます。えー、中継の、まあ、最終年度ですけれども、まあ、ちょっとこう、中継計画に、えー、関しましては、私どもも、まあ、上場したてという形でですね、うん 少し背伸びをした中継企画になってしまったかなというので、まあ、600億と EBITDA で40億という形に関しまして、出させていただいたのが、これが今、25年3月期、これが最終年度になっています、えー。着地見通しとしては、こちらに記載させていただいているとおり売、売り上げがやっぱり600億届かず、465億という形ですね。で、利益の方うは、計上利益で7億2000。うん あのやっぱこちらのち、ちょうど出させていただいたときに、本当にこう結果を修正するかしないかという中で、うんえー、2020年に出させていただいて、えー、5か年、本来3か年に出すつもりが少し遅れたというところがあって、うん、やはりこうその中で、まあ、コロナが落ち着くであろうという想定をしながらです、ね、オーガニックの成長プラス、M&A とか、こういう、まあ、事業ポートフリーを変えていきたいという思いがありましたので、まあ、M&A 含めて。 まあ積極的に投資をしながら600億に持っていく、まあ、その中できちっと利益体数も持っていこうと思った部分があったんですけれども、市況の変化、とともありまして、コロナがあって、あと半導体が需要が下がると、ちょっと市況感も相まった上でで、すね少しちょっと計画よりも下がったということになります。で、え次の中継が、えー、いつ頃という形で、今あの、今回はですね、先ほども、ね、PBR のところの ところで説明をさせていただきましたけれども、きちっと収益性の、将来性の部分ですね、それをきちっと指し示して、ですね、うん、まあそれをクリアしていくことで、えー、皆様に応援していただく、安心して応援していただけるというふうになりたいので、すね今、もう少し、今、切磋琢磨しながら、ですねきちっと積み上げを行いながら、今、計画をしている最中ですね、それがね、本当にあの次、まあ、3月で終わりますから、うん、まあ次の、まあ、来期の発表っていうのはね、まあ、そこに。 ちょっと若干時期がまだ確定をしてませんけれども、そうできた上で、皆様に新しい中期結果が出せるような形でですね、今、はい、取り込んでおりますので、しばしお待ちをいただければと思います。はい、ありがとうございます。はい、では、えっ、ー、と、たくさんいただいておりますので、えー、とどんどんいっていきたいと思います。はい、はいえー、続きまして、えー 御社自身が想定されている適正株価はいくらですかというまあご質問をいただいておりますが、こちら、どうでしょう。はい、ありがとうございます。非常に難しいというか、まあ、本来ね、私のほうで設定ができないというので、まあ、皆さん、今、ね、適正株価がいくらなのかというと、まあ、到底今の金額 PBR も1倍割ってますし、3桁という形にはなってます。まあ、これ、到底こう満足いく株価水準とは全然考えておりません。 まずあの、一番最初にやっぱこうちょっとこうターゲットとするところっていうのは、どうしてもやっぱ徐々に発値である1200円ですね、売り出し。まあ、その1200円っていうのをまず1つのポイントとして、ですねそこまできちっと戻していくための取り組みを行う。まあ、それを超えた上でやはりこうきちっとまあ成長を先ほど言ったように指し,示しながらですね、やっぱり一丁目一番地の利益、これを2桁に持っていくということをまずね、えー、やっていければ。 まあこういう形で、ね、きちっと説明もさせていただいてやればもう少し、はい、もう少しと言いらず上げていきたいなというふうに思っていま,す <laughs> まずは同盟は、ね、どうしてもやっぱりこう一番最初に出させていただいたところにはやっぱりこう応援をしていただいた1、うん、2 0円のところの発言の部分に関しましてはやっぱそこはきちっと、まあ、ターゲットにしながら、はい、いち早くそこには持っていきたいなというふうに考えております。はい、ありがとううございますそうですそでね、まああのー 確か当社最高で100 1800円ぐらいまではいったかと思いますので、一、はい、つ目のターゲットとしてはまず1200円、その次1800円というところで徐々にこう伸ばしていければという感じ。前回やっぱりこのね、うんこう600 40億という形のまあ中期計画を出させていただいた後ですね、ちょっと株価の方も上がったんですが、そこがきちっとお答えをできていないというこのこれはもうきちっとあの真摯に受け止めて反省をするという中でですね、きちっと利益計画を含めて、ここ数年もちょっと若干え開示させている数字の修正がありますので、できる限り、過法ではなく、きちっとまあ出した計画をきちっとやって、できればこう上に。 修正できるようなあ形で取り組んでいきたいと考えております。うん、はい、ありがとうございます。はい、では、えー、続きましてでございます、えー。今期から四半期ごとの主な変動要因を資料に追加されていますが、えー、この変動要因は、えー、来期以降も継続するものですか、それとも一過性のものでしょうかというご質問をいただいております。こちらはい、どうでしょう。えー、はい、ありがとうございます。あ、そうですね。ちょっとあの。 今期に関しては特にあの25年3月の中期計画の最終年度というのもありましたので、あのよりこうきちっと集計のローリングをするのではなくて、まあ、今期の着地、大きくこうか乖離しているというのもありますので、新しく説明させていただきたいというのと、まあ、新たにこうポタルクスという会社も入ってきてです、ね、うん、若干ちょっと四半期に関してです、ね、先ほど見たように多分上期下期で、利益の方がちょっと大きくあの変動すると。 いう要因があります売上はある程度大きくなってきているので、大きく差が開くということはないですけれども、その利益に対してのインパクトがあるということがありますので、今後もまずあの出た結果で、上がりました、うん、下がりましたっていうよりは、きちんと計画、試案期の動向っていうのをね、少し出してい,、うん、い,いくことによってですね、皆さんに、いや、第1クオーターこうなるんだな、2どうなるんだなっていう、試案期の変動を踏まえて、できる限りこういう正しい情報開示をしてですね、 あの皆さんに応援していただけるような形には、徐々にこうしていきたいなと思ってますので、今後も含めて、こういうふうな形でちょっとクオーターの動向、まあ、細かくではないですけれども、ざっくりな動向を今後も指し示していきたいなというふうに考えておりますすはいいありがとうございます、はいえー、では続きましての質問とさせていただきます。 はいえー、エンジニア派遣事業の将来の見込みについて教えてくださいというご質問をいただいております。えーそうですね、先ほどから、まあ、エンジニア、えー、派遣事業の強化というところが1つ、はい、1> えーとポイントとして挙げておりますけれども、こちらの将来の見込みというのはどう、どうでしょうかね。そうですね先ほどの,あの10年間の推移で、えー、もお話をさせていただいてはいますけれども。あの まあエンジニアに関しましては、この先も全体のバランス、これ、どれかをこうガッと強化をするというよりは、バランスのいい経営をしていきたいので、大体全体の成長率に合わせながら、やっぱり3セン5の売上のの成績の中で、エンジニア派遣というのは伸ばしていきたいなというふうに思っています。やはりで今、まだまだ、う他のお会社さんから含めると、後発というところもありますので、 機、まあ、伝、建設、IT という、この、ね、こう非常にまだまだ成長できる分野でありますので、まあ、こ力を入れながら、まあ、当面はやっぱり100億、まあ、今、超えてきてましたので、まあ、それの場合、持っていく、全体の中で持っていきたいなというふうに考えています。まあ、それをやっていくためにはです、ね、まず将来の金額というよりは、きちっとやっぱ教育体制をきちっと強化しながら、やっぱりお客様に。 あとは、こう、グループとしての強みという形が教育なので、まあ、そこの教育をきちっと前面に打ち出しながら、まあ、将来拡大をさせていただきたいなというふうに思います。はい、ありがとうございます。例えば、その、今後ちょっとこう注力したりとか、これがちょっと今後伸びるんじゃないかなみたいな分野がもしあれば、ちらっとお聞かせいただければ。やはり、あの、まあ、建設分野に関しましては、こう、うん、2024年問題等もありまして、 ままだまだ伸びていくと今までやっぱりこうどうしてもこう建設業界のエンジニアっていうのは高齢でっていう風な形が多かったんですけども男性の高齢ですね。うん、まあ今うちのエンジニア、まあ、教育をきちっとさせていただいてるということと、あのやっぱり1人に集中するっていうものがやっぱり2020年で時間を減らすということがあるので、まあ、今やられてる業務を分散していくという形できちっとそういうところを教育をさせていただくことでですね、あの私どもの まあ建設系のエンジニアは特にですけど強みとして今エンジニアの人数のまあ半7割が若手そのうちの半数が女性という形で女性のエンジニアが非常に活躍できる環境ができているとこれはコロナ禍もありましてやはりこう分業しながらあのその部署でなくても在宅でできるというようなこともお仕事が出てきてますのでやっぱりライフイベントでこう でここを目指せないという方も、全然そういうことなく、ね、在宅でもまあ勤務できるようになってますので、まあ、女性エンジニアの活躍できるスペースというのはまだまだあるんだろうなというようなことがあるので、まあ、ここ、注力しながら伸ばしていきたいなというふうに考えていますはい、ありがとうございます。はい、では、えー、続きましての質問とさせていただきます。えっ、ー、と、ちょっともう頭から言ってますので、ちょっと質問が前後しますけれども。 はいえー、今後も配当の方針や、えー、加減設定に変更はありませんかという、まあ、ご質問の方をいを頂いております。こちら、配当、まあ、株主還元のご質問ですね。はい、こちらいかかがでしょうかあの、まあ、基本的にまあ配当成功30%というのは、あのもう変えない。えー、でいこうとは思っています、当面の間。であと、やっぱこう安定的かつまあ継続的な配当という方針がありますから、まあ、それにのっとってこう、やっぱりこう。 できる限り減配せずにきちっと配当していきたいなというのはあるんですけど、ちょっとこの、ゲの設定をいつまでっていうところに関しましては、ちょっとこの次の地域経営計画も踏まえて、ですね、まあ、そこを出させていただくということで、まあ、株主還元っていうのはね、まあ、先ほど言った PR 一のの枚割れてるものに対して、やっていくところでも言いましたけども、株主還元の強化というのは、まあ、やっていく、その中においては、ですね、まあ、自社株の、まあ、自己株いであったりとか、まあ、配当。 いろんなことでちっとこう、まあ、関与していきますけれども、お約束っていう部分に関しては、配当セット30%、安定的にかつ継続的な配当をするということだけはお約束ができるかなというふうには思います。はい、ありがとうございます。はい、では、えー、続きましてでございます。えー 海外人材サービスについてですね、はいえー、海外人材サービスの今後の計画であったり、見込みについて、えー、お答えいただけますかということですけれども、はいえー、っとそうです、ね、今日の資料で、えー、っとなかったんですけど、ちょっと今、はい、参考資料の方を出させていただいておりますが、こちらいかがでしょうか。 海外人材サービスの,の、えー、今後の計画であったりとか見込み、まあ、そういったところをちょっと、えー、教えてほしいと。海外人材サービスに関しましては今、今海外で今現地法人を設立してですね、こちらに記載している、まあアセアン地域での拡大というのをこうやっていきたいなというふうに思っています。 採用を伸ばしながら、もう少し比率を上げていくということと、まあ、新たにですねその海外の方がこう日本に来て安心して働けるような、まあ、サポートの事業であったりとか、ですね、まあ、今エンジニアの育成というのがさまざ、あ、まなあ国に広げていきながらで ASEAN、ね、アアで拡大をしていくというふうには考えていますので、まあ、あとライズ4という、はい、そのうちの まあ海外のデータベースもありますから、まあそういうところのサイトを使いながら、はい、まあ海外比率まず10パー、そのうちまあ15パーを目指してですね、うん、海外人材サービスに関しては、まあ力を入れて拡大させていただきたいなというふうに考えている。はい。ありがとうございます。あのニュースとかで、まああのー、製造業とかエンジニアだけでなく、えーとー農業分野であるとか宿泊業分野とか、まあそういったところのあのー。 ニュースなんかかもも出させてていいいただいておりりますけどもこの辺りいかがでしょうかそうですね、やはりあの宿泊分野等々、やっぱり今まで戻ってきているというのもありますので、うんまあ、そういうところに関しては、きちっと日本語の教育を現地で、今、あの現地の方で、今まででいとまあその、まあ、製造業が向けなんですけど、ありがたいことにいろんなお話をね、いただくことによってですね、先ほども言ったようたに、ニーズに即した教育っていうのをね、まあ、お客様の業種と一緒に、まあ、考えさせていただいて、そのカリキュラムを向こうで、 まあ教育をして、まあ、安心して、まあ、多分野ですね、制度のみならず、まあ、多分野でお話があれば、そういうところをきちっと教育科学を組んでですね、育成をしながら安心して働ける環境の教育を行った上で、日本に、まあ、労働力、まあ、日本全体の労働力のこう下支えといえば、格好いいですけど、まあ、そういう時代のみならず、日本の労働力のマーケットのまあ支援という形で、まあ、今後もまあ先地域をまあ軸にですね、教育、まあ、 海外人材のサポートというのは拡大させていただきたいなというふうに考えておりますはい、ありがとうございます。はい、えー、続きまして、えー、そうですね、ちょっと質問が、えー、重複する等々がありません、ね、ちょっとお待ちくださいね。はい、はいえー、と続きましての質問ですね。 はいえー、IT サポート事業では新卒採用に注力した結果が赤字ということですけれども、配属までにかかる、えー、研修等の期間は大体どれぐらいでしょうかと、またエンジニア需要の高止まりとともに順調に伸びていくと、えー、考えて間違いないでしょうかということの、えー、ご質問をいただいています。 今年の新卒、まあ、20名入ってますけども、大体3か月ぐらいがベースで教育の方をさせていただいて、はい、お客様のもとに。もう、はい、少し早くもあるんですけど、きちっと、まあ、あのニーズに即した研修もしていきますので、3か月ぐらいはきちっと計画の中にも織り込ませていただいた上で、展開の方をさせていただいています。はい、ありがとうございます。で、えー、そのエンジニア需要の高、えー、高まりとともに順調に伸びていくというふうに考えていいかと、はい、いうことなんですけどこちらはまあ、 そうですね、はい、今あの、また新たにこう今、ただ単になるその IT インスタポート事業に関しましては、うん、ただ単にお客様に派遣をするということだけではなくてです、ね、こうプロジェクトでも自宅をさせたり、システム開発の部分ですね、まあ、そういうことにも力を入れながら、はい、今あの、受けていきながら、そこでチームで仕事をしていく、はい、そういうところでこう新しい方々が安心して働ける環境っていうのも作っていくので、ただ単になるこう IT に対しては、派遣会社。 っていう形ではなくてですね。はい、やっぱり受託をしていく。そういうところで、こう。目指しながらですね。まあ、拡大をしていきたいなというふうに考えています。よりその未経験の方が、えっ、ー、と。経験を積みやすい環境というか、まあ、そういった案件を増やしていきたい,というと、ね。あ、そうですね。はい、はい、ありがとうございます。 えー、続いてもちょっとエンジニア関連ですが、えー、どの業界においても人材、エンジニア確保で苦労していますが、えー、御社ではどのように安定的に人材、エンジニアを確保していきますかというご質問をいただいてますが。はい、エンジニア確保は、先ほど一回そうです、ね、こちら、先ほどお答えいただいた内容と、<そ>はい、すみません、同じような内容ですね。ははい、はいいでは、えーと 逆にと言いますか、えー、と新人の離職はさ、えー、防げていますでしょうかというちょっとご質問をいただいておりますが、こちら、いかがでしょうか。正確なデータっていうのが、ちょっとすみませんあの、手元に用意できていないというところがありますけれども、あのまあ、過去に比べると、新人に関しましても、先ほどお言わせてもらったら、うん、きちっとした、まあ、教育っていうのをね、やらせていただいているということで。 ミスマッチっていう部分は減ってきたんじゃないかなというふうには感じてます。で、やっぱりこう、まだまだ規模があ小さかった時っていうのは、やっぱりこう、ね、教育投資っていうのが、やっぱりまだまだ企業としてもできる金額っていうのは少なかったんですけども、うん、ようやくやっぱりこう、ある程度の規模になってきましたので、まあ、そういうきちっとした、まあ、教育投資っていうのをね、やることと、やっぱりこう、エンジニアに関しましても、キャリアパスっていうのをね、描いていただく環境を作る。で、今、新たに今取り組んでるのが、 まあエンジニアのやっぱこうリーダー含めてエンジニアの組織という形でやっぱこうエンジニアがエンジニアを見るということで,ですね非常にこうメンター的なまあねエンジニアさんがいらっしゃるのでまあそういうところでこう痛みであったりいろんなこうつるさというのをねこうヒアリングをしていただきながらまあできる限りの離職というか悩みを早めに聞いてですねやっぱこう定着を上げていける取り組みというのも行わせていただいているという状況でございます。そうですね、先輩エンジニアの方からこう あの新しいこう。自分たちが知らないこう環境とか、まあそういったあの派遣先の話とか、あとまあそういうキャリア。っていうのを聞いていけば、まあ自分もこう目指す目標っていうのができていきますので、そういった意味で。そういったこう取り組みで、まあ離職率を下げていく。まああの。まあ長く働いていただくっていう感じす。であとエンジニアのキャリアチェンジというか、ですね、うん、まあエンジニアでやりながら、その。まあ知識をうまく使った中で、うん、この。 でいとこう採用のポジションに来ていただければエンジニアを採用するために、エンジニアの方に採用の部門に来ていただいたりとか、営業に変わったりとか、うん、まあそういう形でキャリアチェンジもしていきながら、一方のものっというより選択、いろんなことが、ね、うちの会社は全体的にもこう選択できる会社、うん、こういろんな分野やりながら、その場でこう悩んだり、いろいろやると適性が違う場合はあの選択できる会社にするという形で、ある程度の自己、うんうん、ポートフォリオに関しましても広げながら。 選択できる会社になっていきながら定着を上げていきたいなというふうに考えています、はい、ありがとうございます。逆もしっかりで、まあ、営業からエンジニアに行く子もいたりとか、製造からエンジニアに行く子もいたりとか、まあ、そういうこともありえるということですよね。そうですね、やっぱりそういうところでやっぱり教育体制入れぎ、はい、理す任というところに関しては、ね、やっぱりこう力を入れていかないといけないなというふうに思っています。はい、ありがとうございます。はい、えー、続きまして、えー、っとどんどん頂い,いておりますので、 はいえー、M&A、えー、ごめんなさい、えー、M&A 等によって事業ポートフォリオは今後3本柱からさらに増やしていって、どんどん高く化していくのでしょうかという、まあ、ご質問の方をいただいております。こちらはどうでしょうかはい、えー、ありがとうございます。そうですね、あのー、今,今言われているようにこう、まあ、M&A、A、積極的というか、まあ、きちっと、あのーまあ、製造というものづくりというのはやっぱり僕らの中ではやっぱりきちっと。 軸に置きながらですね、ものづくりを軸にそこに対してのシナジーを生む、まあ、教育、あとはこうシナジーを生める分野っていうところに関しましては、円満でやっていこうというふうに考えてます。えー、しかしながらあの、多角化っていうのはね、やっぱりこう今まだもう少しやっぱきちっと、ものづくりというところの、ね、支援をする。ものづくりとことづくり、お客様のニーズで困っている基礎を達成するためのものであったりとか。 ものづくり、まあ、製造とそういうところに関してですね、IT もそうですね、システム等々でお客さんの困りごとを改善するとか、うん、まあそういうところにニーズにあるものに関しましては、あの積極的にやっていこうかなと思ってますけれども、まあ、これが急にあのアパレルやります、何々やります <laughs> っていうような高く買化っていうのは、あまり今現在は考えてないですあ。なるほど、ありがとうございます。はい、えー、っと。 ちょっと質問が重複したりしておりますので、ちょっとお待ちいただいていいですか。はいはい、では、ちょっと目線を変えてですね、はい、主力のマニファクチャリングサポート事業についてのご質問をいただいています、えー。半導体などの在庫調整による落ち込みということですが、えー、その需要回復は大体いつ頃でしょうかという、まあ、あのご質問の方をいただいておりますが。 まあ、裸寒で大体という感じでしょうかあそうですね、えー、ありがとうございます。<laughs> まあ、去年からずっとあの回復、回復する、回復するというような主張感もありながら、ちょっとするすると来ているところもありますので、うん、あまりまあ、これね、ユネスコやっぱりこう、先ほどもあのお話をさせていただきましたけれども、やっぱりこう、社債含めていろんなところで、うんまあ、徐々にですね、 回復の兆しが出てきたんではないかなというふうには思っています。やっぱこう、半導体の装置であったりとか、まあ、そういう需要も増えてきてますから、まあ、この先、えー、きっちり、まあ、製造の方も戻ってくるんではないかなというふうには感じてますね。大体、うん、だいたいこう,多分こうきちっとまあ製造の費用が帰ってくるのはこう10月、まあ、まあ下期以降ぐらいにはなってくるのかなというふうには考えていますね。 回復する前にまずエンジニアというか、開発関係というところがこう動いてくるっていうことでいくと、徐々に動き出したのかなっていう感じです,ね,そうですね。まずそっちのエンジニア、製造装置分野が動きながら、<laughs> あとはそこが活況になってくると、製造も戻ってくるという状況になるのかなと思っています、はい、ありがとうございます、はいえー、続きまして、えー、今後どのような分野の M&A をしたいとお考えでしょうかというご質問を頂い,いております。 こちら、えーと、ちょっと質問が行ったり来たりで申し訳ございませんが。はい、はいえー、ありがとうございます。A 面での分野、まあ、先ほども、まあ、近しい話でしたけども、あのまあ、やっぱりものづくり支援するということと、今のやっぱりきちっと、まあ、力を入れさせていただいているというところがですね、やはりこう、日本の、まあ、今、マーケット的にいくと、まあ、 あの市場動向というと災害があったり、パンデミック、施、まあ、政学のリスク等々があったので、まあ、サプライチェーンのサイコチックの必要性というのが多分こう世の中で歌われているという中で、この為替の変動があったりするので、まあ、生造拠点の国内回帰というのはまあ今後も多分進んでいくんではないかなというふうな形でえ考えています。やはり今、皆さんもご存じの通おり、九州、うんね、TSMC、北海道でラピタスさん、うん、まあこれというのはこう大手の半導体関連とかね、そういうところに関して、大手には政府からまあおあ 国かからの補助があったりとか、ね、そういうのもあるんですけども、その周りのこうサプライヤー関係に関しましては、うん、まあ中小・中堅メーカーに関しましては、こう自社の設備というのは非常に、まあ、多分慎重になってきてるんではないかなというところ、まあ、この製造業のファブレス化が進むで、まして多くのメーカーは国内にものが戻ってくる、まあ、そういうところでカーブアウトした案件に関しましては、外部にやっていただきたいというような EMS の自由が多分こう、たぶん製造業のグローバル産など、 化していくということでですね、まあ、EMS の需要が増えてくるんではないかなというふうに考えてますので、でもそういうところのカーバード含めてあの、そういう需要に関しましては、力を入れてやっていきたいなという、まあ、それと合わせて、やっぱりこうずっと言,って言わせていただいている教育の部分、まあ、そういうところ、教育、まあ、EMS、まあ、この二軸に関しましては、きちっとこういろんな目線を見ながらですね、アンテナ張りながらやっていきたいなというふうに考えております。 まずはその EMS 事業っていうところをきっちり、えー、安定稼働させていくっていうところがまず重要ということ、ね、そうですね。はい。はい、ありがとうございます。はい、えっ、ー、と、あと時間がですね、えっ、ー、と、残り3分となりましたので、えっ、ー、と、すいません、最後に1問だけ、えー、答えできる質問をちょっと。はい、えっ、ー、と、先ほど、海外人材育成について、えっ、ー 昨今収入面から欧米に流れていくというふうに聞いてますけれども、えー、今後、ASEAN、えー、アア地域育成者に人材が欧米に流れてしまうことはないのかということで、えー、ご心配いただいておりますが、こちら、いかがでしょうかあそうですね、非常にあのやはりこう日本への魅力というのは多分ちょっと厳しく、やっぱり日本語ひらがなもある、カタカナもある漢字もあると。 まあやっぱ日本語は難しい。逆にこう、今で言うとこう、ね、最低賃金も恐れが高いとか、うん、ヨーロッパの方がいいとか、いろんなものありますけど、今はやっぱり私ども、まだあの現地の方に行かせていただきながらあの、ただ単に日本語の教育だけではなくてですね、この日本の文化フード、風土、日本のこう環境とかですね、そういう良いところをまあ伝えて、日本のファンになっていただくということを、まあ、今やらせていただいている中でいくと、まだまだ、まあ、あのきちっと伝えることをやっていけば、 まあ、日本の魅力っていうのは、まだまだあるんじゃないかなと思ってますので、まあ、もう少し力を入れながらですね、はい、昔よりはだいぶしんどくはなってきますだから簡単にって、簡単に採用できるんではなくて、うん、現地に根付いた教育っていうのはね、やりながら、あ今後も、まあ、その活動っていうのはやっていきたいなというふうに思ってますそうですね、まあ日本はあの治安の良さとか、住みやすさ、働きやすさ、そういったところはあるかと思いますので、まあ、そういったことを現地できっちりこう知っていただくという活動が重要なのかなというふうには思います。 はい、すみません。それではちょっとお時間ともなってきましたので、質問については以上とさせていただきます。最後に当社グループの IR 専用 SNS のご紹介をさせていただきたいと思います。当社はですね、現在ノート、YouTube、X で決算情報であるとか、IR イベント情報などをタイムリーに発信をすること。 を強化しております今見えております QR コードをぜひこの機会に読んでいただいてですね、ご登録いただけますと幸いです。はい、最後まで本日最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。今後も積極的な IR 活動に努めてまいりますので、引き続きよろしくお願いいたします。はい、それでは本日はどうも以上とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。